チュレルカヤス巨湯、ウチュレルカヤス村の入り口です。この辺りからこういったね、岩の、まあそのフリギア時代の遺産ですね、そういったものが見られるそうです。この近辺ではポテトですね、まあ、じゃがいもですね、じゃがいもとか玉ねぎの畑がたくさん見られました。今ちょうどね、収穫時期だと思います。皆さん、こんにちは。トルコ在住の野中郁美です。見てください、このいい天気。今日はトルコ内陸のアフィオン・カラヒサール、イフサーニエに来ています。この辺りはフリギア王国のあった地です。そして今でもこのように村々にはいろんなその当時のね、遺跡が残っています。フリギアというのは紀元前12世紀ぐらいにヨーロッパ方面から入ってきた人たちによって作られた王国で、まあ、あの正式にはなんかいろいろね不明な点もあるらしいんですけれども、紀元前8世紀ぐらいにこの辺りにその、フリギア王国が作られて、紀元前7世紀に隣にあったリキアですね、リキアに倒されるまでは続いたそうです。でその後もアレキサンダー大王、それからペルガマン王国、それからローマ、ビザンスの時代まで、まあ、その名前をね残し、まあ、あの何でも6世紀ぐらいまではフリギア語という言葉自体が残っていたそうです。の奇岩群のようですけれども、ここはカッパドキアではありません。イフサーニエです。これまるでね、キノコ岩のようです。ご覧ください。上の石、
でいつ落ちるかわからない巨大な石が乗っています。石灰の白と岩の黒のコントラストが面白いですね。皆さんいかがでしたでしょうか。トルコはね、本当に広くて私も知らないところがたくさんたくさんあります。本当に、ね、生きてるうちに全部行けるのかどうか疑問ですけれども、行けるところあればとにかくいろいろ行ってみて皆さんと一緒に共有したいと思います。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。では次回お会いする時まで、さようなら。